中日立浪監督、令和の米騒動の真相を語る。世間に大反響を呼んだ本誌スクープ令和の米騒動について、発案者の中日立浪和義監督54にタレントの稲村亜美27が直撃していたことが分かった。山梨放送ラジオで4日に放送されたどこまでもプロ野球愛2023反省会で稲村本人が明かした。プロ野球ニュース CS フジテレビ ONE のキャスターを務める稲村は、同番組の解説者だった立浪監督と親交があり、あの米騒動って本当なんですか?と尋ねたところ、あ、ほんまよと認めたという。立浪監督が語ったという経緯は次の通り、スタメンの選手が試合の1時間前に丼飯を牛丼にして食べていたのを見て、それを食べたら体が動かないだろと注意しても止めないから米をもう撤去しろということになって。けど、投手陣で食べたい人がいたので、後から投げる投手陣と、選手や手も後から出る人は食べていい。それを分けるのが難しかったと。スタメンや手はおにぎりがあるから、おにぎりで我慢しろと。さらに稲村は監督自身は現役時代に試合前はバナナ1本だったらしい。自分の成功例もあるし、選手が体が動かないというのを考慮して止めたらしいですよと補足。試合が終わった後は立浪監督の意向で、独身の選手たちも多いからご飯も用意しているらしい。だから終わってから食えという話だったらしい。各球団では当たり前の NG なことをスタメンになって浅い選手がやっていたので、注意してわーっと広がったとフォローした。新年をもってシーズン最終戦まで貫いた米禁止だが、本誌などの報道は気になっていたようで、一番怒っていたのが、球団内にリークしている奴がいる。誰なんだろう?と、すごい気にしていましたと稲村は締めくくった。夕刊フジ。球団内にリークしている奴。エンジンでめちゃめちゃ一定いじってる奴いたじゃん石垣だったか。あいつまだトレードされてないのか買い殺しの刑にするつもりかな。まあ一リアルな他のスポーツなら試合前に大量に食ったら試合中に動けなくなる空腹時の方が集中力も上がるし試合後に食わせてくれるんならそのくらい我慢しないと。1時間前に丼飯を食っていてもスタメンレギュラーなんだぞ。控えの選手は情けない。まあこの話は立浪に対して悪意しかなかったからな実際は普通に米食べてたし通過ちゃんと否定しとけよ立浪も。リークって、小中学生みたいにチクった奴が悪いとか思ってんだろうな。リークに関しては落合が厳しくしたはずだけど追い出されて復活したんだから受け入れるしかない。球団の方針としては外部にリークが正しい方を選んでしまった。選手とコミュニケーション取ってチームの雰囲気を良くするのも監督の仕事だからな。独断で勝手にこんなことやってたらそりゃ勝てんわ。試合の1時間前に丼飯食って体が動くかどうかより、そういうことをして平気な選手の自己管理や精神面の方が問題なんだよ。それを教えてやるのが指導者の仕事なのに、理由を言わずにただ単に取り上げてもバカな選手は反発するだけ。そういう悪循環が低迷の原因だよ。試合前に丼飯食べて監督から注意されてもやめないってもう欠食自動か何かなのでは?